皆さんおうち時間いかがお過ごしでしょうか。と私は毎日メイク研究をしてなんかちょっとねメイク遊んだりしているんですけれども、今日は自分のメイク研究の様子をねいろいろ雑談をしながらやっていきたいなと思います。そう、毎日なんかいろいろメイク研究してるんですけど、今日は自分に一番似合うメイクを探したいなと思います。てかね、前髪切ったんですけどねパッツンになっちゃってなんか短くなっちゃってちょっと失敗しちゃいました。緊急事態宣言がね1ヶ月また伸びてしまったので、ちょっとまたお家におこもりが長引いてしまいましたけど、この1ヶ月私は頑張って自分磨きの時間に一生懸命当てたいと思います。なぜなら4月にめちゃめちゃ激太りをしました。もう本当にコロナ太りです。もうびっくり仰天っていうか体重計乗ってあらまって感じでして、ということでいつものポール&ジョーのモイスチャライチングファンデーションプライマー使います。とりあえず下地を顔全体にのせていきます。この1ヶ月でねめちゃめちゃ顔に肉がついてすっごいなんか丸くなっちゃいました顔が。で私ね大体いつもね太ったらまぶたが重くなってくるっていうか、まぶたに脂肪がついてこう二重がだいぶ重たい感じになってくるので、これはね太った証拠ですね。なんだか4月は気がすごく抜けた生活をしてしまっていたので反省です。本当にこんなに人間っていとも簡単に太ってしまうんだなって感じた。本当に痩せるのってすごいさ大変だけど太るのって一瞬ですよね。ちょっと普通にね4月は自分に甘すぎましたね、いろいろと。次またねジムに行くタイミングの時に絶対怒られると思うのでそれまでに痩せないと。とりあえずね家なのでベースはナチュラルめでまあいいかなと思います。最近なんかまあメイク研究するときはベースはもう結構薄めにのせてますね。どうせずっと家にいるから厚塗りしても意味がないので薄めにナチュラルめにやります。ベースをのせたらこのフミのコンシーラー使います。今ねめちゃくちゃ肌の調子がいいのでベースは下地とコンシーラーで気になるところを軽くカバーして終わりっていう感じですね。ていうかなんか一人暮らしのワンルームのおうち時間きつくないですか。私1ヶ月間ずっと家にこもった生活してみてなんかワンルームだと移動する時間も全然ないしずっと同じところにいるからなんか頭おかしくなりそうなんですけど、だから先月からねオンラインでね iPad mini を買ってデリステをね3年ぶりに復活しました。昔の前はめちゃくちゃやってたんですけど前のデータを昔の iPad ごと弟に渡しちゃったのでなかったので1からやり始めて早速すぐ課金しちゃって欲しいねアイドルのしきちゃんをねゲットしました。最近なんかずっと音ゲーしまくってますね。そうだ、なんか昔の話に戻るんですけど私なんか最近 4,5 年ぐらい前の自分の動画をこう見返して見た時になんか黒歴史だなと思いながら見てるんですけど、なんか昔の自分もまあ、あの頃はあの頃で、まあ、楽しかったし良かったんですけど、もうめちゃめちゃ自分の個性を丸出しにしてた時代だったなっていうか、真紫にしても半分ピンク半分緑の髪抜きにしても恥じらいがないというか別に大丈夫平気だよって感じの時代で、今それをやれと言われたらもう恥ずかしくて恥ずかしくてできないけど、でも私すごく思ったのが自分の容姿をめちゃめちゃ気に出したのここ1年ぐらいのような気がして、逆に 4,5 年前の動画とかを見てるとまあコンプレックスはあったけどそこまでなんかめちゃめちゃこう必死になって容姿のことは考えなかった気がするんですよね。でなんか今思うとすごい今の方が自分のことを愛せてないような気がしてこれじゃいかんと思って自己肯定をねなんかもっと高めていかなきゃなと思って、まあ、確かになんか容姿も大事だけどなんかそれだけじゃ絶対に自分のことを好きになれないなってなんかふとこの考える時間が多くてそう思いましたね。で次にコスメデコルテのフェイスパウダーを使っていきます。なんか自分のコンプレックスとかもう気になるとこなんて上げ出したらキリがないんですけど、その代わりでも自分の中ですごく自信がついたのは、まあ、矯正をしたことによってちょっと前よりゴボ口が改善されてきてるっていうのと、ゼオスキンしたことによって肌はすっごくもう自信がもうめちゃめちゃつくようになって、昔ずっと私マット系の肌を好きで好んでやってたんですよ。なぜならマット系の肌の方が
しっかりカバー力が多いものが多いから、シミとかサバガスとか色素沈着を全部隠してくれるから、マット系の肌ばっかりのものをずっと使ってたけど、ゼオスキンで肌がこう綺麗になり始めてから結構ねツヤ肌を好むようになって、ここでお肌に対してすごく自信がついたから、ツヤ肌でもなんか平気に余ったんだろうなっていう、なんかちょっと最近感じた。なんか私も普段どうやったら垢抜けるんだろうなって思ったりはするけど、でも次の目標はダイエットですね。どう考えても頑張らねば。眉毛をねこのサナエクセルのものを使っていきます。色はアッシュブラウンです。そう、私もねちょっとそろそろ眉毛サロンに行きたいところなんだよな。今日眉毛どうしようかな。1年前にねパーソナルカラー診断行った時に、顔の形っていうか全部顔のパーツが丸いって言われました。なんかこう、丸め全体的にいろいろだから、それに合った、メイクしてみたいな。だから私多分ね眉毛もね吊り上げじゃなくて、ちょっと どちらかというとこう平行眉毛気味の方が顔の形的には合うので、まあ、平行眉で描いていきます。私的に一番垢抜けるポイントって、まあ、一つが眉毛だと思うんですよ。私も結構なんか眉毛変えてから顔の雰囲気も変わってきたし、眉よりだいぶマシになった気がする。いや私さ本当にみんなさ私の5年前の動画見てみてほしい。めちゃめちゃ違うから。結構ね5年前に比べたら割と垢抜けた方だよ。まあ、これでもね垢抜けてるとは思えないけど、全然でもね前に比べたら割とまあ垢抜けてはきた気がする。眉毛はちょい平行気味で、眉尻は少し私は垂れさせて今日は描いてみます。なんかさ自分史上めちゃめちゃこれがもうびっくりするぐらい似合うメイクをさしたいんだけど、なんだかんだ毎日違うメイクをしちゃってて、全然そういえば自分に似合うメイクってものを意外と私知らないなと思って、自分に投資するのがすごい楽しい今。なんかもっといろんなことに投資してみたいですもん。一応なんか失敗も覚悟にいろいろチャレンジをしてみたいなって感じはあるかも。なんか学生の頃は全然自分に投資する余裕もなかったから、社会人になってなんかちょっと余裕が出てきて、ね、自分のお金で誰にも文句言われずにそれができるのが嬉しくて、学生の頃できなかったことを今やっとできてる感じはあるかも。単純に疑問なんですけど、このメイク研究で私の雑談聞いてて皆さん面白いですかね。私あんまり話すの得意じゃなくて、でも割とこの1年でトーク力上がった気がする。本当に4年前の動画とか見てほしい。カメラの前で喋ることがもう緊張でしかなくてやばかったもんな。あの時できるだけ自然体で動画が撮れるようにはなってきたけど、私さ YouTube 歴地味に長いのにさ、なんか自分で自然体出すの遅くないってなんか今思うんだよね。遅いよね。せっかくなんでアイブロウマスカラも同じエクセルでいきたいと思います。なんか垢抜けるポイントっていうのさ、この眉毛のこのカラー選びもマジ大事じゃないですか。黒すぎてもさ眉毛浮いちゃうし、明るすぎても浮いちゃうから、今のこの髪の色にしっかりと合うカラーをつけるっていうの意外と結構大事ですよね。はい、というわけで眉毛完成しました。まあ、なんかいつもと変わらないような気もするけど、平行眉で眉尻を若干こう少し下げ目に描いてみました。自分の目のカーブに合わせて。で次はね、自分が今持ってるアイシャドウの中でどれが一番私に似合うアイシャドウかなって思った時に、このリンメルのロイヤルヴィンテージアイズの14番のこのオレンジテラコッタ系のカラーのやつ、これがねかなり自分の中ではすごくしっくりくるアイシャドウです。じゃあまずはねベースとしてこのカラーを指にとって、このアイシャドウ指にとってアイホール全体にのせていきます。なんだろう、このアイシャドウねすごい目が綺麗に見えるっていうかね、色味がもうすでにここで私めちゃめちゃ合うんですよ。私結構このカラーが好きで、ちょっと久々に指塗りもしてみようかなと思って、次に同じカラーをチップにとって、これをね下まぶた全体にのせていこうと思います。私の顔ってめちゃめちゃ面長ではないと思うんですけど、かといって
別にここがすごい短くてキュッてなってるわけじゃないから、結構下まぶたは割と広めにこう薄いブラウン系のカラーとかをのせた方がなんかちょっとここが短く見えるのでバランスがいい気がする。なんかそんな感じが私はしているので、薄めのブラウン、この色が私一番好きかもしれない、このアイシャドウパレットの中で。次にね、このオレンジブラウンカラーを筆に取って、このアイシャドウをまぶた半分にとりあえずのせて、やっぱなんだかんだピンク系のシャドウとかより、私こういうオレンジブラウン系のシャドウの方が似合う気がする。どうかな、こんな感じでポンポンポンとオレンジのシャドウを自分のまぶた半分に。でも私なんか毎月毎月いろんなコスメを買っちゃうんで、いろんなコスメを使わなきゃっていうのがあって、毎日毎日違うものを使いがちで、あんまりお気に入りのコスメでもそこまで減ったりしないんですよね。リップだったりアイシャドウとかチークとか特に。どうでしょうか、やっぱりねめちゃめちゃしっくりくるこのアイシャドウ。目尻側に半分乗せていきます。やっぱりなんかこう似合うアイシャドウってありますよね、絶対みんな人それぞれ。次にこの濃いブラウンシャドウ平べったい筆に取って、これをねアイライナー代わりとして引いていきます。私ちょっとまぶたの肉っていうか脂肪がすごく多いタイプの人間で、意外とアイラインとかを引いちゃうと埋もれて見えてしまって目元が小さくなんか見えちゃうことが多いので、濃いめのブラウンとかのアイシャドウでこうやってこう奥舞台の人とか特にそうだけど、こうぼかしてあげてラインをこう引くような感じで乗せていってあげた方がすごくこう目元も潰れない気がするので、まあ今は自分のこの目も嫌いじゃないんですけど、私さ、まあまずまぶたの脂肪がめちゃめちゃ多いでしょ、であとこの毛孔肥だっていうここにさ壁があるわけよ。みんなさ私憧れるんだよね、この目頭がクイッとこうなってんの。ちょっと変だけど私の顔でやると、でもなんかすごい憧れる。目頭がくっきりこうなってる人って石灰ラインだったりアイラインをここまで引いてもすごく綺麗なんですよ。でも私はこう毛孔肥だとかがあったりとかまぶたの脂肪も多いからラインをここ全部引いちゃうとなんかどうしたっていう根元が真っ黒に見えちゃうので、できるだけナチュラルめに仕上げたいとかいう時とか特にこういう濃いめのブラウンでアイラインを描いて、で特に目頭のところは濃いめのブラウンシャドウでちょっと目頭濃く見せるっていうのを最近よくやってますね。結構なんか私これしっくりくるんですよね、このメイクが。であと私目のコンプレックスといったら左右目の大きさが違うっていうのとちりめんじわがあるっていうのかな。でもねだいぶこのちりめんじわ改善してきたんですよ。私の去年の動画とか見てくれたらわかると思うんですけど、めちゃめちゃここにシワがブワーっていっぱいあってで改善してきましたね、スキンケアの効果が出てきて。なんか私ねほんと羨ましいですよ、こうくっきり二重で目頭もカッとあって目にシワがない人が羨ましい。私ねそう考えたらね顔に対するコンプレックスめちゃめちゃいっぱいある。でも結局なんかないものねだりねしちゃうんだよね、毎回毎回いいないいなって思っちゃうけど、結局なんか自分の顔ってそんな簡単に変えられないから、なんかちょっとこういうメイクとかで地味に微調整して雰囲気を変えるしかないんですよね、なんだかんだ。どうかな、ちょっとなんかマシになってきたかな。下まつげをちょっとくっきり見せたいなっていう時はちょっとだけ濃いめのシャドウをねこの下まぶたの際にのせると、なんか下まつげがの根元が濃く見えるのでちょっと濃いめにのせることが多いかも。そして次にねこのアイシャドウをちょっとこう目頭側の感じこんな感じ上にシュッとのせてあげるとハイライト効果で目元がすっきり見えるので、こんな感じでハイライトをここに入れます。で涙袋のラメもなんですけど、どれが一番似合うかなって考えた時に、で私はかなりお気に入りの韓国コスメブランドのヘイミッシュのこのアイシャドウパレットですね。もう何回私の動画に出てきたかなってぐらい超お気に入りのアイシャドウパレットで、コージーコーラルっていう名前のアイシャドウパレットの中に入ってるこのゴールドラメ、これが
めちゃめちゃ漏れる私の中で。私今思ったんだけど、アイシャドウパレットで底見えしてんのこれだけかもしれない。私相当このアイシャドウパレット気に入ってますね。私は白とかピンクとかのラメよりゴールドラメの方がやっぱり肌なじみはすごくいいと思うので、ゴールドラメのアイシャドウ涙袋にのせていきます。私このアイシャドウパレットが多分人生の中で一番すごく好きなアイシャドウパレットの一つですね。しっくりくるなこの色味が一番自分の中で。でね、またちょっとねこれ指にも取って、アイホールの真ん中にのせるんですよね、これをちょっとだけ。あーやっぱりねこのラメすごい好き。次ビューラーなんですけど、ビューラーも多分すごくメイクする上でめっちゃ大事だと自分の中で思ってて、私このねコージーの放射線状に上がるタイプのこのビューラーがめっちゃ自分の目のカーブに合ってて綺麗にまつげがカールできるビューラーですね。私これ使った時に今まで使ってたビューラー何だったんだろうって思った商品かな。まつげを本当に綺麗にこうあの放射線状にカールさせてくれて、これねいろんな友達におすすめしたらすごいこれ買ってよかったって周りの友達も言ってたので、これドラッグストアとか普通に売ってるビューラーで、そんなに高くないからビューラーって毎日使うものだし。マスカラはね最近ちょっとこうお気に入りのデジャブのラッシュアップマスカラを使っていきます。これねめちゃめちゃコーム細いんですけどすごいボリュームアップするんですよね。ブラウンでもいいかなと思ったんですけど、やっぱり目元をパチッと見せたい時は私はブラックが一番漏れる気がする。下まつげもちょっと軽くのせようかな。あとはね私の目のコンプレックスといえば逆まつげなんですよ。もうまつげがね本当にクルンクルンってなってなくてピャンピャンってこうなってるから、まつげファーマーで私のこの目元は助けられてる気がする。ラインもね目尻だけ引きたいんで、最近お気に入りのこのラブライナーのミルクブラウンっていうカラーを使っていきます。ちょっと奥舞台気味でまぶたの脂肪も多いので埋もれちゃってしまうから目尻側だけラインも引きます。で羽ラインより私はちょっと下げ目に描いた方が丸っぽい目には合うので、ちょっとだけこう気持ち下げて描きます。はい、というわけで私なりにちょっと一番似合うなっていうカラーでメイクしてみました。うん、すごいしっくりきますねやっぱり。で次はチークですね。自分が一番似合うチーク、皆さん分かります？自分で一番似合うチークの色味って。私が今までつけてきたカラーの中で一番似合うなって思うのがMMC のミネラルスムースチークの03番のデザイア、この色ですね。これめちゃめちゃね自分の肌の色に超ぴったりなチークだと思ってる。じゃあちょっとこれを大きめのブラシにとって、なんかねそこまでパキッとした色味とかではないんですけど、すごくこう肌なじみがいいというか、なんだろうな、結構自然な発色でこうパールが入っているのでツヤっとしたお肌にも見せてくれて、めちゃめちゃこれがもう私的にはすごくこう垢抜けるチークな感じがしますね。これもこんな感じでのせていきます。はい、というわけでチークもこんな感じでのせれたのでシェーディングをしていきます。もうこれしか使ってないよね私ね、トゥークールフォースクールのシェーディング。もうね使いまくってる証拠に底見えしてますもんねこれ。今の私のこのブクブク顔にはねシェーディングが命っていうかすごい大事なんで、コンプレックスの一つ、まあ鼻がもっと高くなりたい、鼻のこの彫り深さが欲しいっていうので、毎回絶対メイクでは必ずノーズシャドウは絶対入れてますね。鼻のこの付け根からこの眉頭の頭にかけてしっかりめに入れて、あとはここはあんまりのせずに、あと鼻先だけ団子鼻をちょっとシュッと見せるためにこうするぐらい、鼻先もこんな感じでシェーディングはしっかりします。シェーディング入れるときにこの唇のこの下もいつも入れるんですけど、ここに入れた方が唇ぷっくりして見えるのでここにも入れます。なんかさメイクでさこう変えれても骨格変えれないからさどうしようもないよね。だからあとはもう髪の毛でさ隠すしかないよね、顔とかさ頬骨出てるとか、マジもう頬骨出てるとかもどうしたらいいのって感じだし。はい、というわけで気持ち顔も小さくなったので、ハイライトはセザンヌのパールグローハイライトの01番のシャンパンベージュを使っていきます。これも底見えですね、もう愛用しまくってます。高さをしっかり出したいなっていうところと、私は最近
鼻もツンと見せたいんで、めっちゃ鼻先にピョンピョンピョンとこんな感じで、あのハイライト入れるとなんかさ気持ちピョンってこう高くなってる風に見えませんか？ハイライト入れるとなんかもうピッカピカにお肌をこう磨き上げるっていうか、何もすごいダイヤモンドみたいになるお肌が。多分私メイクする上でハイライト入れる工程が一番幸せな気がする。めっちゃ楽しみだもん。で、あともう一つ私がハイライト入れる上で一番好きなところが、この目頭と鼻筋にハイライト入れるのめっちゃ好きなんですよ。なんかここにハイライト入れるとめっちゃお肌が内側からツヤーンみたいな感じでね、感じる。ほら、ここに入れるだけでね全然雰囲気違うんですよね、メイクするときに。ここにねハイライト入れるのめっちゃ好きなの。もうここも好きだな。こことここにハイライトを入れる工程が私は一番好きです、メイクするとかで。なんか今日あんまりこう言葉とかそこまで気にせずに喋ってるから気が楽です。今日の動画は一番どれがしっくりくるんだろうとか、どれが一番似合うんだろうと思った時に、あの私この前イエビハル大勝リメイクっていう動画アップしたことがあるんですけど、この MIMC のミネラルカラーリップの07番のカラーですね、これがすごく私の中でめっちゃ馴染むっていうか、すごくしっくりくるリップの色味でした。なので今日はこれを使います。私ね MIMC の色味ねめちゃめちゃ上品で大人っぽいから、私だからね MIMC のコスメすごいファンになりました。色味がすごく綺麗だから、なんか派手すぎず本当大人ナチュラルなカラーが多いです。はい、というわけでこんな感じですね。唇の色味もすごくなんかこう綺麗というか、派手すぎずナチュラルな発色なので浮かないし、今日は全力で自分の中で一番このカラーが私に似合うっていう、まあ、自分の予想ですけど、今持ってるコスメの中でねちょっと選んでみました。というわけで髪の毛やって戻ってきます。はい、というわけで髪の毛をただストレートにしてきました。私はね髪の毛巻くのが本当に苦手なので、いつも私はねアクセサリーが大好きなのでアクセサリーをつけたいなと思うんですが、ね、迷ってるの色をどっちにしようかなって。私がね好きな、アクセサリー作家さんのボリビアさんが、作られたこのステンドグラスの、モチーフにしたアクセサリーなんですが、このねゴールドをつけようか、ちょっと春っぽく華やかに見えるこのピンクとグリーンの合わさったこれをつけようかめちゃ迷ってるんですよね。こっちの方がなんか今日のメイク的には合いますよね。ゴールドにしようかな。見てください、めちゃめちゃ可愛くないですか、このステンドグラスのやつ。これねエドマッチョさんに入ってる作家さんの一人なんですけど、エドマッチョの公式の通販サイトでも購入することできるので、気になる人はエドマッチョ通販で調べてみてください。私ねネックレスはね基本的にあんまりしないんですけど、金属アレルギーの人間なんで。でもイヤリングは絶対つけます。でこういうねピラピラ系がすっごい好きです。今日はですねめちゃめちゃもう私はこの色が似合うっていうカラーでメイクしたので、仕上がりはもう100点満点です私の中では。どう、意外と良くないこのメイク。いやちょっとこれはね今日記録用にも動画撮っててめっちゃ良かった。また忘れたら見返そうと思います自分でも。はい、というわけでまあまだねおうち時間がね続きますが、こんな感じで私みたいになんか自分に似合う色は何だろうとか、なんかこういう時間を有効活用してメイク研究してみるのめっちゃ楽しいですよ。なんかやりだしたらね本当に楽しくて、ね、私毎日毎日メイク研究してるんですけど、まあなんかいろいろメイク研究した、成果も動画ね、いろいろ出せたらいいなと思います。またメイク研究の動画アップしたいなと思います。ちなみに、私、5月は週5で動画アップしたいなと思ってるので、ネタにめちゃめちゃ困ってます。なので、もしよかったら動画のリクエストもたくさんコメントしていただけるとすっごいすっごいすっごい嬉しいので、皆さんコメントよろしくお願いします。うん、今日はなんかいつもとラフな気持ちで動画が撮れてすごい気持ちが楽でした。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。 Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでグッドボタンもねぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。